製造直後の CFE4-42 号機、シュライトハイム車庫、1905年シャフハウゼン、シュライトハイム軌道部の4-41から5系電車は、スイス北部、シャフハウゼン州の州とシャフハウゼン近郊の鉄道である、シャフハウゼンシュライトハイム軌道で使用されていた2等、荷物、合わせ作り電車である。なお、本機は4、CFE4-4 型3等、荷物、 合わせ作り電車として製造されたものであるが、その後1956、62年の称号改正を経て、武道4、4型となったものである。スイス北部、ライン川北岸の都市シャフハウゼン近郊の施設である、シャフハウゼンシュライトハイム軌道は1905年の開業に際して、電車4機、客車3両、貨車6両を用意し、1907年にかけて、 さらに電車と電動貨車を一機ずつ、客車3両、貨車5両を増備し、直通運転先である、シャフハウゼン市内線のシャフハウゼン起動線の、スイス国鉄シャフハウゼン駅から、ドイツ国境近くの町、シュライトハイムを経由して、オーバービーゼンシュトゥーリンゲンまで、旅客列車、貨物列車ともに電車が牽引をする方式で運行を開始している。この開業に際して、 主力車両として用意された3等荷物合わせ作り電車が本形式であり、CFE4、4型として1905年に1から4号機の4機が、1907年に5号機が用意され、スイスの鉄道における1956年の客室等級の1から3等の3段階から1から2等への2段階への統合と、これに伴う、 称号改正により3等室が2等室となって、形式記号も C から B に変更となって形式名がブフ4、4型となり、さらに1962年の称号改正により、荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、形式名がブド4、4型となって1964年の動線の廃止まで使用されている。本形式は、 平用軌道もしくは道路端に付設された専用軌道が大半を占めるシャフハウゼンシュライトハイム軌道線及び直通運転先であるシャフハウゼン軌道線での急曲線での運行を考慮したショートホイールベースの台車と路面からの乗降に適したステップ付きの車体を持った機体であり製造は車体、台車、機械部分の製造をシグガ、主電動機、電気機器の製造は 魔法が担当しており、価格は1から4号機が1機あたり32,800スイスフラン、5号機が43,940スイスフランであった。各機体の基盤と製造年、製造所、価格は以下の通り。ありがとうございます。